加賀方面の春のお出かけ、景色が楽しめるところに行きたいですね。あ、ありましたよ。木場方から白山が見渡せる絶景のロケーション、このお店いいんじゃないですか。わあ、景色も楽しめるしランチが食べられるんですね。ボリュームも満点、最高じゃないですか。食べに行きましょう。木場方にやってきました。一面どこを見渡しても木場方。今日は天気も良くて水面がキラキラしてます。山もあり緑もあり、いや気持ちいい。鳥も泳いでますね。気持ちよさそう。あ、こっちにはカメ、甲羅干ししてますね。なんか竜宮城に連れてってくれそう。おーい、カメや。この辺り自転車に乗られてる方が多いんですけど、あれかな、この建物でレンタサイクルできるんですよ。行ってみますか。あー、サイクリング気持ちいいですね。桜も雪柳も咲いていて、お花も綺麗ですけど風が気持ちいい。あ、カフェあれじゃないですか。あったあった、こんにちは。あ、開放的ですね。あ、広い。窓ってこんなに大きいんですね。絶景だ本当に。桜も山も木場方も本当に綺麗な景色楽しめますよ。ワンプレートランチありましたよ。ハンバーグかチキン、あ、お魚から選べるんですね。お待たせいたしました。あ、すごい、ハンバーグワンプレートランチでございます。ボリュームすごいですね。はい、大きなハンバーグに上にはグリルした野菜も乗ってますよ。お隣にはフライもついてます。16穀米でしょ。生野菜のサラダにスープ、小鉢には切り干し大根もついてますよ。これは取らないと。窓が大きいから自然光がたっぷり入って綺麗に取れますよ。よし、そん、じゃあまずはハンバーグからいきましょう。すごい厚みもありますよ。うわ、じゅわーっと噛むほどに肉汁が溢れ出てきます。柔らかい。うん、ご飯も進みますね。濃厚。あ、ハンバーグで洋風のプレートなんですけど、ここ切り干し大根がついてて和風なんですよ。地元の野菜をふんだんに使ったランチプレートを景色を見ながら楽しめるの最高ですよね。美味しいことづくめですね。